ジムロート冷却機ジムロート冷却機は加熱管流条件下で化学反応を行うときに効率よく溶媒蒸気を凝縮させるガラス製の冷却機である。ドイツ人科学者オットージムロートによって19世紀後半に考案された。水などの気化洗熱の大きい液体ならば直管の外に冷却水を流す外灯を持つ DB 比冷却機でも溶媒蒸気を 凝縮補足可能である。しかし、リービッヒ冷却機では、気化洗熱の小さいアセトンやメタノールのような有機溶媒が十分に凝縮させきれずに、長時間の反応で反応溶媒が蒸発して、主役の観光や実験事故につながる恐れがある。このため、ジムロート冷却機を用いる。他の冷却機と比べて洗浄が大変なのでうまく使い分ける必要がある。 ジムロート冷却管は、立ち上がりからすぐに内径が3から4倍に太くなる直管の内部に、螺旋の冷却管が封入された形状をしている。通常は、ガラス製である。冷却管が螺旋状であるから溶媒蒸気との接触面積が大きく、効率的に蒸気を補足することができる。冷却管の形状は螺旋を巻き下った後に、螺旋の中央の空間をまっすぐ上に立ち上がる。 形状になっている。したがって、ジムロートの冷却水は、向か流熱交換の観点から流し込む方向が決まっており、逆方向に冷却水を流すと、効率的に蒸気を補足できなくなるので注意が必要である。冷却効率の高いジムロート冷却器であるが、沸点が常温かそれ以下の液体は凝縮することは困難である。その場合は、デュアー冷却器を使い、 冷媒にドライアイス、マイナスアセトンないしは液体窒素を使って蒸気を補修する必要がある。ありがとうございます。